早く食べたい。晩ご飯食べよう。はい。今日の屋根は屋根掃除。暑かったん。早く作って。鬼つくつかみそうやったもんな。これは煮込みラーメンかな。いい子はつかまんといて。パパ大好きやこれ。ねえ、ちょっと一回一個入れていい？どうぞ。なんで小春が見つけたやつちょっと入れて。何食べたい。熱いぞ。はい、あー、食べたい。ママが来てくれた。はい、ごめん。お肉？やったー！ラーメン？ガラーメン。ラーメン。そんなに。でも野菜もいいんで。いやいや、キャベツやったらいい。キャベツ。キャベツだけよ。あー、食べて。キャベツだけよ。あれ、さっきお風呂でさ、キャベツ好きって言ってなかった？このキャベツ好きや。嫌いな野菜には入ってなかったって、キャベツ。はい。頑張って。いただきます。いただきます。いただきます。どうやったらいける？あ、もやしはいける。熱い。もうあっという間に冬やわ、きっと。こたつも出さなあかんわ。そうやな。こたつないわ、うち。壊れたんや、うん、あ、そうや、燃えたんや、去年。こたつのコードがショートしてパパの足焦げたんやった。そうや。いや、ママこれだけや。もう一個食べたから。どうしようかな。戻さんとって。戻しちゃダメ、戻しちゃダメ。戻さんとって。戻さんとって。お、食べてる。お、戻した、はい。でもそれ食べたら次お肉入んでます。いや、お肉いらんから。それな、お肉にな、キャベツとかな、こう白菜とか巻いて食べたらめっちゃ美味しいねんで。こういうのをこうやって巻くねん、こういっぱいで食べたらめっちゃ美味しいねんで。食べた。あ、たち食べたやん、全部食べた。すごいやん。今日は醤油味だったかな。いいやん。携帯の画面が割れてん。あっちなんで割れた？いや、ユニバで落としてん。あ、そうなの。大地に蹴られて割れてしまった。いわゆる画面バキバキ。画面が割れてんの？うん、見たい。バーぐらい。あの、あれじゃなくて、あの、ま、上の違う、中身が割れてるの。そう。最悪。なんでわかるの？最悪やな。わかるんちゃう。見たらわかるんちゃうかな。見たい。後でね。見た。うん、だから後でね。見た。だから後でね。だから後でね。見たい。ママ、体操に新しい子入ってきたです。幼稚園の大学。うん、お母さん麺とお肉だけ。だってもう肉、野菜食べた。そうやな、野菜食べたな。肉は麺とお肉だけ。少しだけ入んで。もやしは入る。もやしはいい。あ、入ってる。もやし食べたい。